YouTube をご覧の皆さん、どうも、翼です。はい、今日紹介しますのはです。ちょっとね、作業の合間にポリポリっと食べたいなと。ポリポリではねえな。もう、ポイってね、簡単に食べられるようなものを紹介したいと思います。ちょっとね、今ね、お風呂上がりなんで髪ボサボサで申し訳ないんですけども。実は買ったのはちょっと前なんですけど、ずっと紹介しようと思ってたんですけど、冷蔵庫で眠っておりました。もうね、早速紹介します。じゃんと。ね。ロッテのパイの実とチョコパイなんですけども、パブロさんが監修しておりますプレミアムチーズケーキ味となっているこの2品でございます。有名なお菓子のパブロさんとロッテさんがね、これコラボしていると。でパブロさん監修してますから、こちらプレミアムチーズケーキということで、もう早速食べてみましょう。まずはこちらのチョコパイからいきたいと思います。こうやって開けた感じはね、見た目はもう一緒です。外見は一緒なんですよ。で匂いも普段と一緒です。で割ってみましょう。わかりますか？チーズケーキ入ってますね、これ。パブロで人気のプレミアムチーズタルトっていうのをこのチョコパイで再現したそうです。で、クリームチーズ入ってますから、これ。いただきます。あ、結構ゴロゴロしてますね。大人な味わいですね、これ。おいしい。このね、パブロさんのケーキ食べたことないんですけど、このチョコレートの中にあるクリームチーズですね。で、あとほろ苦いなんかソースみたいなのが入ってるんですよ。これがね、すごいマッチしてて美味しいですね。うん、美味しいです。はい、では続けてパイの実いきたいと思います。まあ、物はね、なんていうの、同じみたいなんですけど、まあね、パイの実と、チョコパイですから、全然趣が変わってくると思います。あ、もうね、開けただけで匂いが全然違いますね。この、まずね、表面になんていうの、カラメルみたいなのがこう塗ってあるんですね。ね、カラメルみたいなの塗ってありますね。なんかね、ちょっとビターというか、ほろ苦い感じしますね、匂いも。いただきます。で、中にクリームチーズなの。いつもだったらね、ほら、チョコが入ってるじゃないですか、チョコパイ。あー、美味しい。ちょっとね、これ割ってみましょう。はい、割ってみると、中はこういう感じでクリームチーズが入ってます。美味しいです、すごい。一緒にお茶とか、こう、紅茶が欲しくなる感じ。人によってはコーヒーとかね、ベトナム飲むのが欲しくなる感じですね。大人な、本当にティータイムのひとときみたいな感じですね。でね、これね、中も一応チョコなんだわ。このチーズ風味のチョコレートみたいです。チョコパイっていうのはなくしてないんですね。はい、といったことでね、2品紹介してきましたけども、本当にね、お手軽にこうポイッと口に放り込めるようなお手軽感のあるお菓子なので、ぜひね、お近くのコンビニスーパーで売っておりますので、ぜひ買ってみてください。パブロさんのプレミアムチーズタルト食べたことある方っていうのは、このね、食べ比べしてみたらどうでしょうか。食べたことない僕でもすごい美味しいと思うので、ぜひね、食べたことある方は試してみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いや、普段からね、こう慣れ親しんでるパイの実とチョコパイなんですけども、やっぱりこうコラボするね、メーカー様によって全然変わってきますから、お互いをより高め合うというか、すごいね、上品な味に仕上がっております。こうお菓子っていう感じはこうスイーツみたいなね、上位効果されてるので、ぜひお試しください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあね。